はい、というわけで、せーの、こんにちは。では自己紹介、じゃあ僕がいきます。平田裕也です。伊沢拓真です。はい、というわけでよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画内容が、まあ、お互いの第一印象です。第一印象ということで、じゃあ俺から行こうかな。あ、まず待って、初っ端あったのはいつだろう。結構合ってるよね。うん、うん、そう、結構合ってるのと、あとまず入ってまだどのぐらい、まだ1年経ってないですね。そっか、はい、1年経ってないから、あれ何だったっけな、初っ端。でも事務所だったかな。うん、事務所の宣材写真あ、かもしれない。あ、違う、うん、どうだろう。でも、まあ、なんか演技レッスンの時にいろんな人に 僕はなんか初対面っていうか初めて会ったの、うんうん、で、その時かもしれないし、じゃあそれだとしよう、その時にしよう。まあ、とりあえず第一印象会った時は覚えてるから、うん、とりあえずやっぱり、まあ、まず背かな。背がスッとしてて、で、おとなしいイメージがすごいあったかな。あ、まあ、イメージ通りっちゃ通り、そんなのやっぱおとなしいって言われる方が多いか。人、割と俺も人見知りだから、うん、なんかそのやっぱさ最初の方は結構おとなしい、うんうんうん、でも仲良くなるとうるさい。あ、そういう感じか。そういうタイプ、そういう感じか、うん、そうだから第一印象的には背が大きくて、うん、あとはまあそうだね、おとなしい、なんかクールなイメージかな。どちらかといったらこうサバサバしてるようなイメージがすごいあったか。あ、でもサバサバはしてる、してる、うん、逆に俺は、うん、平田君は、うん、まず、うん、俺から見ても、うん、身長も高いし、うん、肩幅も俺より全然あるし、そうだった、ね、スタイルがいいなってのもあって、イケメンだし、はあ、かっこいいなと思いましたね、最初は。あとおしゃれ、優しいです、優しい、そう、優しい、優しい、いや、そ、優しいのは平田君って優しい。ちょっと褒め合いになってから、そう、はい、ね、なるほど。結構ね、なんかオーディションとかも一緒にあることが多くて、ね、やっぱその身長の、まあ、近いっていうのと、うん、あとタイプかな、わかんないけど、それが近いのがあるから、やっぱり同じもので結構オーディションに、まあ、行く機会があったりして、だからちょくちょく会うんだよね。ちょくちょく会うんだよね、うんうん、オーディションで会ってね、まあ、そういうことが多いんですよ。そうそう、終わった後、うん、なんか一緒にそう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 、カフェ行ったりとかして、ね、そう、なんか話したりとかして、ほんとだって入ってすぐとかだとやっぱり何もね、わ、うん、からないようになったりもするから。だし、結構俺も入った時初っ端そうだったけど、やっぱ事務所ってちょっと緊張するよね、行くの。なんか誰もみんな知らない人だし、慣れてくるとある程度は大丈夫だけど、うん、そうっていうのもあったからね、なんかちょっとでも打ち解ける人がいるとね、来やすかったりもするかもしれないし。いや、もう本当、うん、平田君のおかげで、なんか平田君がいるとちょっと安心するみたいなとこあった、最初。結構話しかけてくれたから、そう、それはあって、ありがたいです、ね。いや、本当に、うん、最初に仲良くなれてよかったなって。同い年だし、そう、ちょうど同い年、同い年だし、そう。で、そう、それだ。あ、そうだよ。あれだ、事務所の、うん、そうだ、やっぱ演技のレッスンの時だ。で、そう、それで、演技以外にもちょっとやろうってなった時に、うん、特技を確か言ったんだよ。で、うん、そこでちょっと歌をやってます。まあ、今もバンドやってるじゃん。バンドやってますって言って、うん、それをちょっと披露してみたいな。歌を歌ってみてって言われて、うん、めっちゃうまって思ったのが、そうだ。確かに、それは初っ端だった。ありがとうございます。そう、で、だからやっぱ歌がやっぱ得意なんだよね、バンドやってて。まあね、まだ、うん、まだまだちょっと下手くそだけど、ね、練習してます。そう、で、洋楽好きって言ってて、うん、で、ちょっと、まあ、洋楽の聴いたりとか話して、何が好きなんだっけ、あの、あれだよね、どう忘れちゃったんだけど、好きなバンド、好きなバンド、うん、俺洋楽では、マンリーパブリックって、あ、そうだよね、そうだね、そうだ、しょっぱな出てくれた、そう、が好きって言ってて、俺も何曲か、まあ、知ってたりとかも知ってから、うん、まあ話は ね、そういうところからね、感じなんだけど、うん、まとめますか。まとめちゃう、ちょっと早くない、まあいいか、まとめよく、まとめましょうか。というわけで、じゃあ、はい、まず第一印象は、背が高くて、まあおとなしいクールなイメージがすごくあった、うん、僕は、まあ、あの肩幅もありスタイルが良くて、まあ、イケメンだなって、あと優しかったですね。あ、そんな感じの最初以上でした。というわけで以上です。終わります。ありがとうございました。